はいお、オーディオがつながってないあ、つながってるね。はい、こんばんは、小田智です。えー、おう、ひとさんが早速いらっしゃいました。はい、こんばんは、えー、小田智です。えー、きょもエレンスト・ブロッのテクストを読んでまいりましょう。今日から切れ目に入ります。新しいテクストに入っていきますが、えー、早速、えー、画面の共有をしていきましょう。 26ページの。はい。えー、ということで、早速、えー、画面の共有をいたします。これは、えー、原文では真ん中に来るんですけども、<music> クンストゲスヒとイヒアエクスクースということで、これは、えー、芸術史的ほど、 で、いいだろうというか、がいいだろうというふうに思います。いや,いやもうもちろん遠慮なく、もう軽く遊びに来る感じで、えー、聞いていただければ十分であります。えー、芸術史的保存ということです。まあ、もう少し言えば、芸術史に関わる保論ですけども、うん、僕ほどね、なんというか、文体からすると、あんまり説明的な言葉を補うと、えー、やっぱりだれる。 という感じがするので、えー、敵っていうのはあんまり使いたくないんですけども、えー、芸術史誌んぐらいの方がいいか。もう敵もいらんか。芸術史誌んというふうにしましょう。はい。えー、ということで、This to very fear life この「出す」っていうのがね、もう何を指すのか、あのブロッコの文章の場合ですね、えー、章が変わっても、節が変わっても、 え前の、えー、文章を受けてるっていうことがよくあるんですね。ですが、ここは、ベニヒンつぐらい直訳すれば少なくかつ、えー、多いというね、これは少なくかつ多いという、えー、ことです。で、えー、今から言うことはということだと考えるとすれば、芸術史としては足りない。不十分である。けども、うん えー、この文章をね、装飾の、まあ、算出と仮に訳しておきますと装飾、装飾の算出という章の流れから言えば多すぎるという、この両方だろうというふうに、とりあえず取りました。お、あっち。よいしょ。以下は。なんでなんで急に。 れ以下はああ、よかったよかった、えー。不十分でもあれば、えー、余計でもある。というね、今から述べることを芸術史をほのんというこの、えー、説は、えー、芸術史を展開するっていう点では足りないけども、 えー、装飾の、えー、算出という、この章 <laughs>、えー、からすれば、えー、余計でもあるという意味に取りました。えー、これは変更の可能性はあり。えー、ですとりあえず、そうとき、そう取っておきます。はい。で、マンビルに質、ああ、ぜひ、打ち間違いだ。 マンビルニクス、ぜひオンアップゲレンクズゼーンということですね。なんか、あのー、ワードの様式が変わって、あ、これ一発で、えー、言ってくれてますが、えー、人は、ね、他でもなくニクス、アンデルス、アンデルスが、もう、文法は大体省略しますね。 え他でもなく、え自らを、えー、アンプゲレンクえー、話をそらされるとかっていうね、えー、アップゲレンクえー、話をねじ曲げたりそらしたりするっていうね、えー、どうも日本の、えー、政治というか、ね、を見てると、ね、まさしくそういうことばっかりが行われている、話をそらす、えー、別の方向にそらすという風なね、えー、そういうことをせずに、 自らを、えー、見ようとする。人は、とここはやっておきましょう。えー、他でもなく、自らをそらされることなく、見ようとすると訳しておきましょう。で、ヒアヒルフ e ア i f t えー、シュニッツ・ウェルカフツ・伝言ということです。で、これは、えー、こうしておきましょうね。ここでは、そういうふうに、えー、自らを育てらされることなく、他のものに気を取られて、えー、ちょっと視線を育てらされることなく、ねえー、見るということに関して言えばということですね。これには、しかし、 はい、シュニッツヴェルクハフトツーデン電ン、えー、だけが役に立つということですね。ヌア・シュニッツヴェルクハフトツーデン電ンこれは彫り物のように考えるというのが、えー、直訳だと思うんですね。でもうこれはもうやっぱりシュニッツヴェルクっていうのがそういう何かを彫って 何かをこの彫刻刀なんかで、えー、彫りながら、えー、という、まあ、作品を作るわけですけどもシュニッツ・ヴェルクになりますとそういうことですね、えー、ですけどもこの場合はまあ、えー、彫り物を作るように考えると,というふうにあららあら,らなんかもう。 おお、分かった分かった。どうしたん急に、急に読み出した。どうしたん <laughs> えー、久々に、えっ、ー、と、えー、そうか、音声の共有してないから、えー、皆さんには、えー、聞こえなかったかもしれませんけども、急にね、えー、ステレオハイファイでいきましょうね。はい。えー、ということで。 えー、急に読み出したのでびっくりしましたけど、えー、久々に、えー、これをやってもいいかもしれませんけどね。彫り物を作るように。彫り物を彫るようにの方がいいかな。彫り物を出すに必殺さん。うん、どなただろう、覚えがないが、まあ、とりあえず許可してみるか。よいしょ。彫、え、り、ー、物を彫るように。 掘るように考えることだけが役立つ。ねえー、これにはしかし、彫、えー、り物を掘るように考えることだけが役に立つのだというふうに言っています。彫り物を掘るように考えるということを、えーまあ、どういうことなのかというのは、これはね。 ごめんなさい、えー、まあ、僕とりあえずそういう風に言ってるんで創薬しかないですね。はいということで次です。えー、っとこれが「ユートピアの精神」の初版の特徴なんですが第2版以降は、えー、第2版もそうだったっけえー欄外にですねそういう、えー、で本文の方は関係なく、えー、欄外にその 今からの主題みたいなようなことを、込み出しみたいなように、あくまで欄外なんですね。これがね、えー、かっこ。ランなんですが、えー、De das Aus sagen ということで、これは、えー、現すること、まあ、いわゆる命題、 S, S は P であるとかっていうふうに言うこと、えー、陳述とか、まあ、いろんな訳し方があるんですけども、えー、発言することというね、えー、広い意味、日常的な意味でも使えますし、 えー、けども、これはやっぱり、えー、論理的な用語という面もあるような気がするんですね。ですから、厳、えー、名ととりあえず訳しておきましょう。で、この場合はあくまで動詞なんで、厳名することと、えー、ここまで、えー、訳しておきます。まあ、このやり方が、言名する。 ではねやっぱり、えー、動詞を名詞化してるっていう感じが日本語では出ないんだよね。だから、えー、言明することと訳しておきます。で、ダーツ・ブラウト・マンドゥ・ヒアス・ニヒト・ケシクツ・ザイン。掘り物を掘るように考えるということ。に、ブラウト・マン、えー、何々が必要である。この場合は必要ではない。 ということになります。それには、それにはとやっておきましょう。掘り物を掘るように考えることだけが役に立つ。それにはといえば、掘り物を掘るように考えることだというふうに、まあね、えー、分かってもらえるんじゃないかというふうに思います。それには、下宿って、 えー、これは、えー、まあちょっと訳しすぎかもしれないんですけども、えー、習熟している必要はさらさない。何かにもう慣れている。ルーヒアウスということで、必要は全くない。さらさない。 でいいかな必要は全くない。そういうには修繕している必要は全くない。まあこれで十分か。素晴らさあさあない、えー。ということですね。だから修繕していなくても、掘り物を掘るように考えるということはできるんだということです。ね。えー。Das ist wohl dort nötig, m a n w o h m a n geschmackvoll, stillvoll, グリ,ーヒッシュグリーヒッシュフォルムということ。段落が。えーで、これはっていう、出すですからこれはっていうことですけども、やっぱりそれにはっていうふうにやっちゃうと、もうこれは <laughs>、習熟していること。 ということだと思いますね。で、ちょっとそこまで訳すと黒すぎるんで、習熟はね、えー、確かに、ボールは確かにと訳しておきます。えー、で、ゲシュマックフォール、ゲシュマックフォール。おい。ちょっと打ち間違えてるね。ゲシュマックフォール。 ということで、うん。ゲシマックっていうのがそういう趣味趣っていうふうなものに豊かというふうにね。趣味豊かに。趣味豊かに、趣,味豊,かに趣味豊かにで十分か。 そして、様式豊かに。そして、ギリシャ的に。えフォルメンというのは形を作るということでもう、形作るにします。うん、フォルメン、うん、形作る。ひらがなでいいか。 えー、時には必要だ。必要だ。必要だ。だけども、というふうに続いていきます。Aber hier muss man mehr zu sein。das andere wie e ス a u s g r e i c h t und berechnet, ちょっと、よいしょ。chnet, wird statt

えー、命題形式で S は P であるっていうあるものは、えー、ある術語であるある主語はある術語であるみたいなように、えー、いうことがアウスアゲの一番ねえー まあ代表例なわけですけども、えー、それがまあその芸術作品芸術作品でなくていいものを作っていくっていう時に、えー、どうなのかっていうのはとりあえず置いといてどれがアウスザーゲンに当たるのか置いといてとにかくそういう作品で何かをアウスザーゲンする「言命する」ということはっきりと言うということ、えー、が、えー、話の中心になっていると思いますね。ということでよいしょ。 えーえー、習熟は確かにおもんき豊かに様式豊かにギリシャ的に形作るときには必要だ、えー。しかし、ここでは、えー。メアツーザイン、それ以上でなければならないという。それ以上でなければならず。そして、えー、アウスクライヒト。

それがアウスグライヘンされたり、えー、計算されたりするっていうのが直訳になるわけですけど、これはやっぱり農道文で訳した方が、えー、分かりやすいでしょう。それとは別のことがということですね、えー。それとは別のこと、どういうことかというと、えー、アウスグライヘンこれは均衡を取ったり、えー、計算したりする。 まあ、いわゆる黄金比みたいなようなね、えー、ギリシャとかっていうふうなもの、えー、ギリシャ芸術みたいなようなものが、まあ、ある種、えー、念頭に置かれてこういう文,文章が言われているので均衡を取ったり計算したりするのとは別のことがえー スタッドです、つめくすはバイガーベー、ウンツクウメン s i c h e r h ということで、バイガーベー、うん、何だったっけ <laughs> 一応辞書で調べたんですが、えー、頭が。これは味付けみたいな感じだったと思うんだろうな。違ったっけバイガーベ、バイガーベ。 f k バイガーベ、天下、うん、添ものうん、味付け、うん。僕は味付けだと思いますね。えー、味付けや。味付けや、ベクベーメン、この快適な うんベクウェーン、快適な、ベクウェーン。もうちょっとなんかいい役ないベクウェーン。快適というよりは安楽もうちょっとだれた感じなんだよね。ブロッコの感じからすれば。なんかね、あんまり、あんまりなんか高級なもんじゃないみたいなね。えー、そういうニュアンスを 褒めてるよヴェクウェーミン。あイ、安逸な。みたいな。そこまでやるとやりすぎかな。ベクウェー大敵なくつづいた苦労のない。安いな。うん、そういうね。えー。あな言い逃れとかっていうのが。あいねベクウェーミアウステーでとかって。<laughs> さっきもちょうどちょっと言いましたけど、本当今世の中にはそういう安いな アイネ・ベク・ベーメ・アウスレイで、アイニーナ、見えすぎた言い逃れみたいなようなものがね、えー、ちょっと溢れすぎておりますけど、えー、そういう、えー、アイニーナ、ぜひは入って、安定感間違いがない。ぜひは入って。 この作品だったら、あの職人さんやったら間違いないわ、みたいなね。それが、ぜひや入って、ということだと思うんですね。えー、ぜひや入って。安全無難。ああ、なるほどね。安易な無難さ。 不難さを目的とする代わりに。えー、しかしここではそれ以上でなければならない。いはい。えー、LT さん、こんばんは。今日もいらしてくださってありがとうございます。ということで。 はい、えー、味付けやアイナブランサを目的とする代わりに、えぇ、ー、イエデスマール、その都度どんな時もという感じどっち、一回一回、イエデスマール、一回一回なのか、それとも、どんな時もという感じなのか、一回一回という感じがするな、イエデスマール。 いいですまあ毎回その都度、いつも常に。うん、<laughs> その度ごとにっていうことですね、えー。そうか、目的とする代わりにってあんまり砕かない方がいいか。 えー、ここではそれ以上でなければならず均衡を取ったり計算したりするのとは別のことが味付けや愛な無難さを目的とする代わりにええー、原名へのあそのたびごとにうんよいしょええー、原名への アウス上げ一応、減明対力しておきます。減、えー、明の最も力強い手段。おおここが像とかっていうふうに来ちゃってる。これは、打ち間違えてますね。はい。えー、見出す、えー、見出すことになる。で、いいでしょう。 そうか、ちょっと。ええー、さっきね、音声が読んでくれたんで、ちょっと、久々に音声に読んでもらいましょう。よろしく、ちょっと読んでみてちょうだい。しかし、ここでは、それ以上でなければならず、均衡を取ったり、計算したりするのとは別のことが、味付けや安易な無難さを目的とする代わりに、その度ごとに、 名への最も力強い手段を見出すことになるうん、悪くないんじゃない、えー、というふうに、自画自賛。はい、えー。ということです。nichts i s d i e n e n d e a b g e l e i t e t e als das wie。nichts ist zeugender, als das wer, und das was, und das was, die letzthin dasselbe sind。ということですね。はい。 えー、どのようにしてが出す V ということです。えー、なんか、おいしょ。はい、えー。これは、あの、段落が切れ目になってないということで、えー、くっつけていきます。えー どのようにねえ、なんでこんなふうにいちいち、えー、これを、ね、これをやっとかないと <laughs>、えー。ばらけるんで非常に読みにくいですね。えー、どのようにほど、えー、D うんーこれはまあ役立つ。えー 役立ち、そしてアップ,ライアップゲライテタっていうのは、えー、誘導する、まあ、どっか別のところに誘導していくというね、まあ、これアップゲライテッドっていう加工分子なんで誘導されるという、派、えーまあ、生的であるっていうと、ちょっと派生的というよりは、これはむしろ別のところに えー、連れていく、まあ、あるいは導き出していく、導出するとかっていうふうな意味もあるので、えー、どのようにほど役立ち、また、えー、誘導につながる、ね、誘導されるものはない、えー。誘導につながると訳しておきましょう。ものはなく、ねえー、そして、 誰がと、誰がと、バスはどっちら何をうん、原名だからな。何をと取っておきます。えー、この両者。 最終的にはそうか同じものなんだがというね列品は、えー、辞書には普通最近としか書いてないんですが、えー、これはやっぱりブロッホはやっぱり最終的にはという意味で使ってると思いますねだから最終的には、えー、同じものだが えー、この両者ほど生み出すものはない。ついげんだ。生み出す。何かを作り出す。生み出すものはない。えー、僕は割とこだわっているんですが、ね、生み出す。っていうときにですね、ついげん。 うん、どうだったっけこうか。えー、つおいですね。超おいは、つおいげだとかって、生み出すっていうふうに、えー、訳しましたが、 こっちじゃないこれは、えー、父親がね子供をもけることを言うんですね。つまり、も、えー、けるはね、えー、父親が子供を儲けることを言います。 つまり実際に、あのー、ある種母体があってその母体が何かを生むのではなくて、えー、父親の方がまあ、えー、女性の手を普通変えなきゃいけませんが女性の手を借りるしかありませんけども、えー、そういう、えー、誰かを相手に子供をもけることを、えー、言いますということで日本語がねなんか もしご存知であれば、ぜひ聞きたい、ね。いわゆる母親が産むとかっていうのではなくて、日本語で母が産む。 のでなくて父が産むそういうこれはお父さんですよとかっていう父が産むんですよと。 だから、儲けるっていうのはね、まあ、日本語としては近いんだろうなという気がするんですよね。うん。これもう日本語で何かね、そういう、日本語で母が産む方じゃなくて、父が、えー、子供を儲ける方を表す言葉、うんまあ、僕が思いつく限りはやっぱ儲けるになっちゃうんですけども、えー、そういう、えー、言葉をもしご存知であれば、ぜ、え、ひ、ー、 えー、教えていただきたい、あのね、今、この場にいる、えーね、参加していただいている方だけではなく、動画をご覧になっているところもです、ね、小田はそういう日本語を知らないのか、教えてやろうということがありましたこれ、本当に大歓迎ですので、えー、これ、なんとかね、僕としては訳し分けたいんですね。 えー、という、まあ、ブロッコの場合は訳し分ける意味があるし、あのーまあ、例えばシェリングを最近、ね、ブロッコとの関連で読むようになって、えー、シェリングもね子あのー子供あのー、母親が産むっていうのを使ってる時と、えー、それを消してね父親が産むに 書き換えたりしてるところがあったりして、やっぱり違うんだよ、この2つは当たり前ですよね、違いますよね。えー、ということで、えー、やっぱりね、なんかね、日本語としてなんかね、えー、そういう訳し分けたい、えー、という気がしています。えー、ということで、えー、この両者は、えー、最終的には同じものだが、 この両者ほど生み出すものを儲けるものはないとかっていうとね、やっぱりね、日本語で聞いたらやっぱり儲かるものはないじゃない、儲けるものはないですね。えー、父が産む儲けるにあたる誤解のない言葉をご存知ありませんかということを皆さんに。えー えー、ちょっとお尋ねして是非、えー、こういう言葉があるよっていうことをご存知でしたら教えてくださいはい「ソイゲンダーは」は、えー、イメージとしては母が産むんではない父が子供を産ける場合の「産、ね、み出す」です「産、えー、けるものはない」とかっていうとやっぱりちょっとわからない、えー、日本語でわからないと思いますね「えー、誰がと何を」にしましたが「何が」の可能性があるんだよね うん、まあね、まあこれは一応どっちの可能性もありうということで、かっこ。何が。かもしれませんね。どっちだろう。ということで、最終的には同じものなんだっていうね。えー、生み出すものと生み出されるものを、 えー、だから何をだからねやっぱ生み出すんだよねだから何がまあちょっとちょっとこれはまだ文脈がわからないだけに、えー、両方の可能性があるというふうに、えー、維持しておきましょうはいでは次の一文に入っていきます <laughs> <laughs> はい、えー、マンムース・フォン・ヒア・アップ innerlich üppig sein und so weit als möglich zur Woge werden. Oh! これもまたね。はい。ここから先はというね、ここから先は。内面的に、üppig。 これも、引いといたのに忘れちゃった。ゆっぴひ、なんだっ、ゆぴひ。なんだったっけ。あんまり、あの、とっぴな言葉じゃないんだよね。ゆっぴひ。ゆっぴひ。えー、やっぱ新しい単語入らなくなってるね、やっぱ俺も60を超えてるのだなというふうに、えー、ちょっと思っちゃいます。ゆっぴひ、ゆっぴひ。 あおびただしいたっぷりのあふれんばかりの贅沢な豊か内面的に豊かであらねばならないあらねばならず豊かにならねばならずならねばならずでいいと思いますね コメントをいただいている。命とではなくて、ね、物事を作ったり生じさせたり表現、えー、しか、ね、そうですよね。そこなんですよね。で、あのー、この小説、小説ではこの章、えー、の、えー、表題 えー、もうずっとこでこだわっているのです。まあこれはこの話をするのは何度目かだと思うんですね。エアツソイグンっていうふうに、えー、言います。だから、えー、装飾の算出。あらあらあら。これはそうか、こうすればいいのか。 だからね、装飾の算出っていうのも、決していい役じゃないんですよね。やっぱり生むんだよね。女性が生む方になっちゃうんだよね、これだとね。えー、ということもあって、だからといって制作ではちょっとね、という、制作だったらやっぱり本当に、あのー、ブロッホは、ね、そうやってものを作っていく、いわゆる工芸とか芸術とかっていうことも含め、その中で、やっぱり生命というふうなものを、 とのつながりをやっぱ考えているんですよねだからそういう二重性みたいなようなものがあるのでそれをなんとか日本語にしたい。えー、の、えー、これはあのー、言語は、えー、?D がついたっけ ?O ち。D はつかなかったようです。一応原文確認。 あ、ついていた。D.、えー、<noise> エアツオイグング。Des オーナメンツ。っていうのが原文なんですけど。えー、で、3質 D. エアツオイグング。エアがつきますと、ちょっと抽象化されるんですね。だから父親が。 えーあのー、子供を設けるっていうふうな、えー、ことから、えー、ちょっと離れるんですね、ちょっと抽象度が高まるんですね。父が子供を設ける。抽象度が増す。 まあこの,あのエアっていうあのいわゆる文法的に言うと非分離前続いのエアですねだいたいこの非分離前続いがつくっていうと、えー、その、えー、動詞の元の意味からちょっと離れていくっていうのが同一、えー、語文法の原則になるんですね、えー、ですからあんまりそこにこだわりすぎるのはよくないんですけどもでもやっぱり、えー、それを残している わけでですす引きずってるんですよねだからその辺をですね、えー、算出とかっていうふうに訳すとやっぱり、えー、意味が変わっちゃってお女性が子供を産んじゃう方になっちゃうんでなんとかならんかねみたいなようなことをずっと、えー、考えています。はい、えー、ということでまあちょっと余計なことではあるんですけども、えー、皆さんのお力をお借りしたいと。

暴ーっていうのは波は波でもちょっとガゴ、えー、変なな言葉、えー、感激興奮の波、えー、大波波ロという,ふうにね、えー、ということでそれにならなきゃならないという 波動とかって訳すこういうふうにね、防、え、芸、ー、とかっていう、えー、何の話だみたいなようにね、えー、なるかもしれませんけども、やっぱ文法がそう言っちゃってるので、もうこれは創薬さなきゃいけない、えー、とならねばならない。ええ国家先は内面的に豊かにならねばならず、内面的に豊かに。 えー、ならればならず、ね、与える限り波頭とならねばならない。要するにもう荒れ狂う波。ねえー、このしぶきを上げていく波みたいなものになればならない。というふうなね。えー、そういう感じです。えー、で、次の一文ね。Das Scheinbar Wille ダスビンクリゲ、ブンダリヒ、オンズシネルケル、ハフテ、イスト、イヤク、アスター。シュリヒテスタ、アウスルク。というのが。Eh, 最後の一文です。え、eh, え、イヤは何。やっぱり波。だよね。女性名詞近くいないもんね。はい。一見。ビレ。こうもつれたもの。 一軒もつれたもの。もつれうん。やっぱり一見だからね。平仮名の方が一軒もつれたもの。ビンクリゲー、これが、藤、えー、が多いんですよね。で、この場合はやっぱり屈曲ですよね。えー、曲がっていくっていう。だから屈曲が多く。 奇妙な。ええー、屈曲が多く、奇妙で、そして、シネルケルハフテ、えー、これがいわゆる渦巻き、ええー、文様ですね。渦巻き、シネルケル、ええー、文様のようなもの。 ものがその波のがそこの前、えー、こういう難しい字を書きますけどもボーゲっていうのがそういうヴェ、えー、レっていうのが普通の波なんですね。それをボーゲとかっていうふうに言ってるというのがやっぱりちょっとね。 えー、古めかしいイメージを出したいなというので、えー、その波糖という、この難しい漢字を書けと言われたら俺は書けないかもしれないですけど、えー、その波糖の最も明瞭で、最も、ね、シュリヒト、えー、これは単結、簡素。 素朴ではちょっとバカになるなシュリヒト。あの、ドイツ語でね、ナイーフっていう、英語で言うナイーブですけども、ねえー。英語だったらそこまでじゃないんですが、ドイツ語でナイーフとかっていうふうに言うと、相当バカにした感じになるだよね。あいつは単純だからなみたいなね、えーで。シュリヒトの方になると、そこまで悪い感じではないと思うんですよね。シュリヒト。 で、ここは、ブロッホは明らかに褒め言葉ですね。シュリヒ,シュリヒテステ。最も簡素な、質素な、地味な。素直ながいいね。最も素直な表現。 なのであるはい、ということで、えー、これがアウスアゲ、えー、ということです。厳明すること、ダスアウスサーゲン、えー、ですね。えー、の、えー、説が一応これでおしまいということになります。うん、うん。えっ、ー、と、父が霊を含む、チ言は、 ひょっとして父が霊を吹き込むとかユダヤ・キリスト教的なイメージだったりするんでしょうかというご質問をいただきました。えー、あのー、逆というか、えー、つまり、あのー、まさしく父が子供を産むっていうことのイメージがユダヤ・キリスト教のイメージの方に転用されていく。霊を吹き込むとかっていう。えー まあ、僕はあのバテリアリストなんでそう考えますねあのフォイルバッハじゃないですけどえー、ねえね、ー、えイゲンとかっていうのはまさしく父親が子供を設けることなわけですでそれのイメージが例えば えー、ユダヤ教なりキリスト教なりの、えー、天にますます我らの父をというね神様は父親である、えー、父親が、えー、私たちにそ,のそれこそ魂なりんなりを、えー、吹き込む、えー、これはあのまさしくまさしく人間が、えー、の父親が子供を作っていくっていうイメージを むしろ神と人間との間に、えー、転用したものというふうに、まあ、僕は、えー、考える、えーまあ、フォイルバッハなんかのいわゆる、えー、宗教論、はいえー、なんかはそう,そうだそうだとかっていうふうにね、えー、神と、えー、人間のね えの関係が、ねえー、逆転してるんだ人間同士の関係が、えー、神と人間との関係に転用されてるんだとかっていうふうに、ね、言ってるのがフォイルバハだったわけです。一応私の師匠はフォイルバッハ、えー、の専門家でもあったので、えー、その辺はね、なんかね、まあ、僕はそこから抜けきれないというか、抜け出す必要も感じませんので、えー、そういうふうに、えー、言っておきます。はい。ということで。また 欄外の小説、小小さな説ということです。アブランデ、デアグリヒッシ,ェシュ、シティール。ギリシャ様式ですね。カッ外。 とということです、えー、っと48分、えー、今日は順調。はい、ということで、まあ、これはね、えーまあ、ブロッコの論述ですね,ね。刻むっていうのがどこまで出てきたのかっていう。 ほとんど出てきてないやんとかっていうふうに思いながらまあ一応屈曲が多く奇妙で渦巻き文様、えー、これは刻んでいるものだ、刻まれたものだ、みたいなような、えー、いちいち言ってないけど当たり前や、みたいなようなのがブロッコの発想なんやと思いますけどもね。えー、こうしてという。そう。 えー、フォン・フリュー・アン、えー。初期の段階からっていうかね。フォン・フリュー・アン。早くからでいいか。こうして早くから。ねえー、ドゥーフ,フェイクス。これが、えー、ことごとく刻まれてきた。ドゥーフ,フェイクス。ありとあらゆるものが、えー。という感じなんだと思うんだけどね。 うん、ああ、掘り、これ、これ、掘られたんですね、えー。シュニッツェンですから、えー、彫刻ですね。掘られた。掘られてきた。という感じなんじゃないかなと思うんですよね。この、えーに ドイツ語の過去形とかっていうのが案外案外というかこれはよく言われるんですけども、えー、その時に何々されたのかそれとも、えー、習慣的にね えー、何々されているのか、それとも、えー、過去完了形のニュアンスがあるのかということで、えー、この場合、過去完了形みたいなのように訳した方がむしろいいんじゃないかな、みたいなようにね、えー、思います。こうして、早くからことごとく、えー、掘られてきた、と、行きざまれてきた、掘られてきたということです。えー、技術者ではそうだったっていうね、えー、そういう話ですね。 で、マンフィング n g 言う場合あると言う、アン、えー、インホルツとアルバイデンという人はね、言う場ある、ユーバー至るところで最初は、えー、木に働きかけ始めたのである。 人はね、えー、至る所で、言うば至る所。ところインホルツ、ホルツ、木。木材、ホルツ、ホルツ、木切れ。 シタムも出てきてるからね、ホルツとシタム。次にシュスタムっていうのが出てこれはキロミキなんですよね。で、ホルツというふうになると、あの、マッチのね、えぇ、ーえー、棒、マッチ棒みたいな、棒みたいなイメージがちょっとあるので、そこは創薬した方がいいかな。ホルツもい、木材を害して言うのか。 ああ、木彫り。木の方がむしろいいかな、ここは。ホルツ、木、木材、材木。生えてる木じゃないよね、ホルツはね。 ああ、ちぎっていう生えてる木も使うのか。じゃあ木でいこう。うん。痛いところで、木に働きかけ始めた。このインホルツは四角、イン四角だと思いますね。えー、木に働きかけ始めたのである。木に。 と来て、m e n e t e material g e h u e だが、まもなく石がやってきて、まあ石が現れて。だが、まもなく石がやってきてというか現れてでいいですね。 石が現れて。D 主点名っていうのがいわゆる木の幹ですね。えー、幹は、はい。えー、素材にふさわしく。はい、ゾイレンということで、ゾイレン えー、前の説までで僕は立像と訳してきたんですけどもどうやら立像というよりは柱のようですね。柱となった。これあの前のところを修正していかなければならないんですけどどうも、えー、ブロックの方としては、ね、いわゆる僕は立像のイメージかと思ったんですが柱ですね、えー。のようです。はい えー、というふうに、やっぱり読んでいって、ああ、これは立像じゃなくて柱だなというふうに、えー、気がついてきました。やっぱり幹ですからね、えー。素材にふさわしく、マテリアルケレヒトツーー柱にとなったということです。はい。ということで、ね、次に行きます。フライデヒ、ダスグリーヒッシェ、グリーヒッシェ、スペルが間違って、 いるグリーヒッシュ<や>ィィ。ゲート、えー、ムデンシュタイン、グラム、ヘルム。もちろん、ギリシャの微笑みは、石をいわば迂回したのである、迂回するのである。もちろん。 石に微笑みを、まあもちろんね、えー、現在の技術で、技術というかね、えー、もちろんそういう石、彫刻に刻んで、いかにも微笑んでいるような、えー、そういう、えー、彫刻を作るとかっていうこともできるんでしょうけども、えー、木の方がよほどやりやすいとかっていう話だと思いますね。もちろん、えー、ギリシャの微笑み。 できるで微笑みですね、えー。は、石を、いわば、迂回するのである。石を。ということです。はい。えー、そういう石とかっていうふうなものを彫り込んで、微笑みを表すとかっていうのは、やっぱりちょっと、 えー、大変だ、みたいなね、えー。木の方がよほどやりやすいという話です。えー、で、まあ、こういう話っていうのが、まあ、これ次に出てくるんですけども、まあ、ブロフォは、まあ、当たり前のことであるんですけども、まあ、しっかり抑えている、えー、わけですね。でん、hier sind wir lebendig und gebendigt z u g e i c h w o d e n アラディングスウムテンプレイス、そぼうインアンエムビーインアンダルム、ウンティーフツーサイン。はい。えー、ということで、よいしょ、よいしょ。というのも、ここでは、われわれは、 一応ね、えー、ビアは、ユートピアの精神では、僕は我々と訳しておきたいと思います。私たちではなくて我々はと。レベンディッシュということで、これは、えぇ、ー、生き生きとしている。と同時に、 ゲベンディヒト、ゲボルデン、えー。抑制されてもいる。ゲベンディヒトっていうのが、まあ、いわゆる、あの、獣なんかをですね、しつける。えー、それもゲベンディヒトという、まあ、ゲ,ゲベンディヒトですけど、ベンディゲン。 ですね、えー、獣をそういう、まあ、も,しもちろんそのひもひ、ね、いわゆる動物の、えー、犬なんかのリードみたいな、ね、もので、えー、ゲベンディヒということでつな、えー、がれてるんですね、えー、ベンディゲン、ベンディゲン野獣を鳴らす 制御する、調教する、子供をおとなしくさせる、しつける、うん、やっぱりそのイメージが欲しいなぁ。生き生きとしていると同時に、生き生きとしていると同時に、えー、まあ、それこそね、風ーなんかで言えば、律調調教。 律、規律なだだったっけ <laughs> ディスティプリン、言いつくんないか、えー、という、ねえー、ことを言うような、えー、ところですけども、えー、生き生きとしていると同時に、飼、えー、い慣らされるのではちょっといかんまあ調状況されるしつけられてもいる。 られているえー、ということです。で、えー、そうね。はい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 これがえー、イムアイネンビー インアンデルム、ウンティフツーザインということ、えー、です、えー。で、アラディングス、えー、で、降りている。で、アラディングス、この場合はとは言っても、 ということだと思うんですよね。えー、ウムデンプライス。えー、そういう、えー、対価を払って、ということですね。えー、この場合は、えー、アラーディングス、うん。とは言っても、確かに、ね、生き生きとしている同時に、と同時に、しつけられてもいる。 えー、とは言っても、一方においても、他方においてもということですね。一方においても、つまり、これはやっぱり、かっこして、生き生きとしている方が一方なんですね。他方は、しつけられているが、 もう一方、えー、生き生きとしている。しているという一方においても、つけられているという。 という他方においても。うん、えー。ウンティーフ、深くないという対価を払ってのことであるが。ウンティーフツーザイン、深くはない。うん うん。ね。生き生きとしていると言っても表面的だし、しけられていると言っても表面的だという、まあそういうことだと思うんですけどね。オムテ点プライス。そういう対価を払って。うん。それでいいと思うね。プライスだからね。プライス。取引が行われている。うん、生き生きとしている。 しつけられてもいる。両方である。で、両方とも深くはないという、そういう対価を払ってウムデンプライス。うん。いかなる犠牲を払ってもっていうね。えー、ウムイエーデンプライスとかっていう、あのこのとですね。この場合はね。えー、対価でいいと思いますね。はい。 え、ルムむ、れし、え、sich、e r e あ、あ、お、だ、みんな、ど、え、ふ、れん、レ、べん、す、あ、ふ、でん、ぞ、け、る、し、てれそれゆえに、という。ダルムが重なってるんだな。もう、これ、意識的でしょうね、これはね。えー、よいしょ。よいしょ。 それゆえに。ええー、ここではまさに。ここではまさに。ええー。多かれ、少なかれ。ルーエフォレン。 安らぎに満ちた。だな、やっぱな。安らぎに満ちた。えー、生命の。はい、アインストック、一個。ね作品なんだよね。うん、ストック、こういうストックを訳さ、訳してくるよね。生命の、えー、一つが、一個が、台座に。 吸えられる、えー、わけである。うん。儲かり少なければやす、安らぎ満ちた生命の一辺、えー、が。一辺。一辺。普通ね、これだよな。 ラインストック一個なんだよね。一っが台座に。で、そける。に。ええー、いつも、要すやっぱ柱なんですよね。えー、台座に。えー、乗せられる。ええー、手段。台座に乗せるは。こっちでいい。 どっちこっちだなえー、わけである。ギリシャについてのブロッホの評価がそういうことですね。えー、あんまりブロ,ブロッホの中ではギリシャの評価は高くない。それに、ね、ここではまさに、ウォーカスカから,から安らぎ満ちた生命の。えー、安らぎあふれる生命の。うん。

Unwesentlich ist, auf die Wünsche des Stoffes zu hören, dem Materialgeist zu treffen oder ihm äh, ah, fremdgesetzlich, im fremdgesetzlich äh, zu erliegen. ここはあのブロッホが、まあ、変な言葉遣いをしているけれども、やっぱマテリアリストだっていうところがよく出る一節、よく出ている一節になりますね。はい、それゆえに、2、えー、つのことがどうでもいい、えー、ということです。えー ギリシャギリシャのゲシュタウト。えー、姿形っていうことだと思うんだよね。違う。ね。象牙に、えー、パコーサれか。 うん。がね、えー、これは公約した方が分かりやすいでしょう。えー、象下なのか、銀なのか、青銅なのか。 大理石なのかお聖堂はこっち。ブロンズですからね。えー、ブロンズ聖堂なのかはたまた大理石なのかはねえー。 どうでもよくこれはえー、よしよい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 しよしよいしよ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 し えー、軽い軽い軽い芸術うん軽くうん重みがないんだよねライヒテンアンギーナアイナでは強すぎるか、えー、ライヒテンライヒテあなんとかななんとかな ライえー、軽い軽い軽量級重苦しくない軽やかな軽度の安易なたやすい楽な やっぱ軽いでいいよね。えー、これは、えー、軽い芸術種。先に訳せばそんなに難しくないか。えー、軽いあらら芸術集。えー、Kunst Art。 とりあえず芸術集でいいと思うんだな。ジャンルちょっとそこで訳しすぎ。えー、つまりつまりはいらないか。これは軽い芸術集。芸術集、えー。微笑みも、えー、ボールアップ・ゲボーゲンザイン。<laughs> これはあのー、アップビーゲンなんだよね、えー。これ計算することですよね。アップビーゲン。えー、重さをこう測ること。アップビーゲンで。うまい具合に、要するに均衡がうまい具合に測られているもの。アップビーゲン。 アップビーゲンが、えー、何々、えー、目方重さを測るんですねええー、所定の分量を測定する、ね、ということで、えー、うまくうまい具合に、ねえー、均衡を捉えたものうまく 均衡をうまくはうんこれでいいか均衡を取られたものも同時に賛美する芸術衆にとっては えー、これは軽い芸術室、歩もうまく均衡をとられたえた、ー、ものも同時に賛美する、えー、芸術室にとっては、えー、素材の美、えー、シェー願い。素材が望むところ、素材が望むこと。 こうしてしてほいそうなんですね。無の法はやっぱり素材が望んでいるっていうふうに考えるんですね。ビューンシェあ、複数形だ。そうだね。えー、素材のさまざまな願い。 願いを聞き。えー、そして、えー、マテリアルガイスト、えー、材料の精神。マテリアルは材料って、さっき訳したよね。 の精,神精神は精神の方がいいと思うな。こういう精神とかっていう言葉遣いをしているけれどもあの、素材、マテリアルの方がそういう、ね、こうしてくれとかっていう風な欲求を持っているみたいな風僕の方考えるんですね。やっぱりマテリアリストなんですね。えー、すごく言葉遣いは、えー、関連的ではあるんですが、マテリアリストには違いない。 とということですえっ、ー、ととととと、素材、さっきはマテリアルを素材と訳したのか。材料のさまざまな。ストッフェス。まあこれ物質と訳してもいいんですけどね。材料のさまざまな願いを聞き、素材の 精神に、えー、この場合はトレフェン、遭遇し、素材の精神に総合したり、あるいは、ね、逆に、ねえー、これに、ねえー、フレームの結節的、まあ言ってみれば多立的にですね、多立的でいいと思うね。 エアリーゲーム、負けるんですね。屈服がいいんじゃないかなと。 いやリーアン圧倒される。屈服する。屈服するでいいでしょうね。ええー、これに対立的に屈服。えー、ああ。いうこと。ええー、などは 非本質的である。非本質的あるのと同様である。 それゆえ、銀車の姿形が加工されるのが、象下なのか銀なのか青銅なのか、はたまた、えー、大理石なのかはどうでもなく、これは、えー、軽い芸術数、ほもうまく均衡を捉えた、えー、ものも同時に賛美する、えー、芸術数にとっては、 材料のさまざまな願いを聞き、素材の精神に遭遇したり、これに多律的に屈服したりすることは非本質的であるのと同様である。素材の精神、うん、どうでもいいからというのが、まあ、ブロッコリーはすればギリシャの、えー、芸術ということですね、えー。ということです。やっぱり象牙なのか、銀なのか、正統なのか、大石なのか。えー、その素材の願い。 材料のビュンシェというふうなものに耳を傾ける。お聞きっていうか、に耳を傾け。もうちょっとかっこよく訳そう。を傾け。素材の精神に遭遇したり、これに、うんえー、体質的に屈服したりするかどうか。B か。 そうか。えー、にどこまで意味を変えなむけ。素材の精神にどこまで遭遇し。 どこまで屈服するかしたりするしたりはいらないかは本非本質的であるのと同様であるそれゆえ ギリシャの姿形が加工されるのが造形なのか、銀なのか、青銅なのか、はたまたギリシャ大理石なのかはどうでもよく、これは軽い芸術種、ほもうまく均衡を捉えたものも、同時に賛美する芸術者にとっては材料のさまざまな願いにどこまで耳を傾け、えー、素材の精神にどこまで遭遇し、これに対立的にどこまで屈服するかは非本質的であるのと同様である。うーん、いいじゃない。はい。えー、あと、 えー、次。ここがね、実は、えー、重要なのです。h e r bild noch z w i s c h n Zäude u n Gebälk. Das f e h、äh、l で、よよにしてですね。ヨーニシェキッセン g e l e あーと、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 次が長い。次が長い。次が長い。えー、っていうかね、あの、ゲベル なんですよね、うんこれでちょっと一旦切ります、えー、ここでは、えー、これが柱とゲベルクが訳語が思い浮かばない針 ととりあえず訳しておきます。との間に、さらに、羽、え、毛、ー、の、羽毛のフェーデルンで。フェーデルンっていうのはやっぱり羽毛だと思うんだよな。 で、ゲペルクっていうのはね、前も実は出たんですね。で、そこはね、ちょっと僕、曖昧に組み立てとかと訳したんですけど、やっぱりあれじゃだめだ、うん、というふうなことが分かりました。えー、フェーデル。 でゲベルクっていうのは確かに辞書にも出てきてなんだか日本語が出ないんだよね。フェーデルン、フェーデルン、スポンジ。羽毛を詰める、布団などに羽毛を詰める、スプリングをつける。うん、やっぱり羽毛、えー、を詰めた。 イオニア的。キッセンがね、やっぱ布団羽毛だからやっぱ布団だよね。キッセン、クッションなんだよね。うんで、やっぱりこのギリシャにそんなものがあったのってのが僕がよく分かんなくてですね、まあ、最初調べてみたんですけど。キッセン シングとしての布団、枕、クッション、座布団。やっぱクッションだよな。クッションが、えー、挟まれる。はい。ということで、えー、とちょっともう時間が。 えー、ないので、ここで訳としては一旦切ります。ゲベルクっていうのが何なのかということで、新たな共有をします。で、これ日本語でどういやいいのあ、ごめんなさい、えー。新しい共有。新しい共有。新しい共有は、どれ,れどれどれメールじゃない。メールじゃない。こっちか。共有。 で、いくつかページを、えー、出してみたんです。で、えー、ゲベルクっていうのが何なのか、柱と、えー、いうことですね。どこだったっけどれだったっけ欄干じゃねえや。ゲベルクどれだったっけ、どれだったっけどれだったっけこれうん、針。これ はい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 えー、あららあららあららどこ行ったこれこれ違う違う違うねゲベルクどっかにうんこれじゃねゲベルクどこ行った えー、やっぱりたくさん開きすぎて,てわけわかんなくなってる、えー。欄干ではない。針でもない。うん。あのね、ゲベルク、もう一度改めてちょっと、えー、引いてみます。あらら、あらら。わかりやすい図をちょっと見つけたのやな。ね、これがまあ僕が知ってるものでいうとね、日光東照宮のあれ、 日光東照宮行ったことないんですけども、まあテレビなんかでよく、えー、見る。あららららら、もう長すぎなつまり、あれ、日本語でなんて言うんですかっていうのを知りたいわけです。いろいろ調べてみたんですが、出てこない。また長えだ、これがまた。どうしたんどうしたんこれ。ゲベールク。よいしょ。これを切って、 で、ドイツ語ゲベルク。はい、えー。で、もうこれ画像をパッと見た方が早い。はい。えー、ゲベルクっていうのが、こういうものなんですね。つまり柱の上に乗っかっている装飾がついた イメージ湧きます見えてますから、皆さん。こういうものですね。これがゲベルク。ここ、ここでこれです、これです。これをゲベルクというふうに言うらしい。これ、日本語で何これ。えー、ということあ、これですね。この図が、えー、もっと大きく、大きく画像を表示する。 え皆さん見えますか、えー、ゲベルクっていうのがここのことだそうなのよ。ここ、ここ。で、これがゾイデン柱。柱の上に乗っかってるこれですね。何これ日本語でなんて言いますこれ。で、要するにここに装飾なんかがつけられるわけです。で、この装飾、あ、そうか。 見えてるということですこれがゲベルクで、で、日本で一番近いもので僕がパッと思いつくものってのは、日光東照宮の,あの竜だとかいろいろ装飾が施されている、まあその装飾の機能でも、えー、まさしくドンピシャなんですけども、えー、日光東照宮の、えー、やつ、どこだったっけ、どれだったっけ、東照宮、東照宮、これ違う。 あれなんていうのそうのそ陽明門っていうらしいんですよね。で陽明門の画像のまさしくこういう、うん、あ彫刻画像表示まさしくこれが一番近いじゃないかなっていうふうに思うわけです。 こういういろんな装飾がされてるやつです。で、あの門の何ですか、ここ。ここ、なんて言うんですか、日本語で。これになると、屋根、天井とかって、ここはなんて言う日本語で。えー、もっと日光東照宮、陽明門の大きな図、ああ、これが後ろ側の方だな。 後ろ側でも同じことなんですけども。えー、画像を大きく、画像表示。この柱がありますよね。柱がありますよね。で、その上のこことかの部分です。 ここにま,また、あのー、いろんな装飾がある。えー、これが有名なあの竜ですよね、はい。何竜っていうか忘れましたけど。まあ、これは上の本になりますけども、特にここの部分のことを。おコメントくださっている。あ、来館。木造建築と石の建築の使いで適切表現、かもいい。 さすがにカモイはちょっと困るね。確かにね、カモイだね。日本語には,はないので、エンタープラチュアと呼ばれている。エンタープラチュアああ、ここのことのようなんですよね。うん ありがとうございます。エンタープラッシュは後でちょっと検索してみます。もう時間がちょっとはみ出しているし。というように、まあ、そこにあのまさしく装飾が乗ること、えー、です、えー。ということで、もちろんこれは、あのー、その上に、えー、まあ、天井なんかを乗っけたりするときに、この天井を支える えー、まあ、その、いわゆる、その、針になるわけです。で、針は、内側から見て、ここの部分、は針だけだけど、外側にそういう装飾がされる、そこの部分のことを、まあ、ドイツ語ではゲベルクっていうふうに言うらしいんだが、日本語はどうなるのみたいなね、えー、それがわかりませんでしたということで、えー、で、 あのそこを日本語にしないといけないというなかなかあの大変、えー、エンタープラチュアまあ訳をつければいいじゃ訳をつければいいわけですけど、ねえー、でそこに目をつけている、まあ、そこが、まあ、ブロックの面白いところですね、えー、明らかに、えーまあ、言われてみりゃそうなんですねまあでもちろん日本との木造建築と、えー、石で作っている建築とでは、えー、違うわけですけども まさしくそういう、えー、日本のいえば木造の、えー、内側から支える針の表側、鴨 <laughs> 居の部分に装飾を乗っける、えー、というようにギリシャなんかでも要するに西洋でもそれが行われてきているそこに装飾が、えー、生み出されているということ。 えー、そこにブロッホは目をつけているわけです。ということで、えー、今日は、まあちょっと、次、えー、の文、一文に訳しきれませんでしたけれども、えーまあ、そこのね、問題提起ができたのでよかったです。エンタープラチはちょっと後で調べてみます。ありがとうございました。今日はこれで終わろうと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。終了。